2023年8月24日道の駅サーモンパーク千歳のリニューアルグランドオープンを前に、この日はメディア向け内覧会とプレオープン。報道各社も大注目。テレビや新聞でたくさん報じられました。フードコート物産コーナー農産物直売所グリルレストランコンビニエンスストアの4エリア。物産コーナー農産物直売所は約2倍の面積に拡張。野菜や果物、加工品を中心に、鮭サーモンをテーマにした商品や、調味料、箱菓子などオリジナル商品を多数展開。グリルレストランはサーモンや肉類等の絶品グリル料理を提供。続いてフードコートエリアは、海鮮丼、ラーメン、ベーカリーなど6店舗が出店。どれも美味しそうで一度では味わい尽くせません。コンビニエンスストアは建物を出て右手にあります。この日はプレオープンですが、たくさんのお客様でにぎわいました。そして8月26日土曜日、オープニングセレモニーが行われました。皆さんおはようございます。今日このオープニングセレモニーを迎えることができましたことをですね、大変嬉しく思っているところであります。お祝いに駆けつけてくれました鮭のふるさと千歳水族館からサモンくん、元気だね、サモンくん。道の駅サーモンパーク千歳リニューアルグランドオープンです。どうぞ。皆様ありがとうございます。おめでとうございます。本当にありがとうございます。オープンを心待ちにしてくださった方々、隣の水族館まで続くほどの行列ができました。たくさんお買い物をして楽しんで帰ってくださいね。新しい道の駅、ぜひご来場ください。